こんばんは、ハレリア。こんばんは、ハレリア。アメン。アメン、ハレリア。こんばんは、5月27日、夜の伝道放送です。今日ですね、オバマ大統領がですね、広島に訪問しました。皆さんこんばんは。まあ、つい5時から6時ぐらいの間でしょうかね。6時、5時過ぎに着いたんでしょうか。はい。つい2時間ぐらい前ですね。つい2時間ぐらい前にオバマ大統領が広島を訪問しました。パラダイス銀座さん、こんばんは。日本以外の首脳は全員クリスチャンだから伊勢神宮は訪問としたらしい、はい、こんばんは、こんばんは、フィリップさん、こんばんは。はい、はい、こんばんは、アイサルさん、こんばんは。はい、そうですね、まあ、その私もですね、まあ、オバマ大統領と安倍首相の、まあ、スピーチを聞いてましたけども、まあ、いろんな思いがありますけれども、じゃあまず皆さんに、テストいきましょう。はい、皆さんにテストします。今日のオバマ大統領の広島訪問の意味は何でしょうか。意義は何でしょうか。意味は何でしょうか。はい、難しいですけど信仰的に答えてください、ね、信仰的に答えてください。今日のオバマ大統領の広島訪問の意味または意義ですね。はい、テストスタート。テストスタート。退任直前のパフォーマンス、サタンに仕組まれた偶像崇拝だった。サタンに仕組まれた偶像崇拝だった。原爆所持ダメを訴えるため、過去の過ちを顧みて未来へどう、つなげていくかを考えるため、天皇崇拝の反省、天皇崇拝の反省、キーちゃんこんばんは。今日は本当の歴史の歴史と価値観を学びに来ました。アメン。戦争の愚かさを確かめるため、伊勢神宮参拝は許されません。
一見良いことに見えるけど偶像崇拝だった。日本人が悔い改める日が来たと思う。首脳がみんな伊勢神宮へ行ったので世界経済が心配です。オバマ大統領もクリスチャンになるべきだと確信しました。喧嘩したのは偶像にならないか不安です。日本が暗黒になるかどうかの分岐点だと思った。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。まあ、昨日も、このようなタイトルだったんですけれども、まあ、実際ですね、どういう影響がこれからあるのか、その、まだ見えていませんね。オバマ大統領の広島訪問がこれからの日米関係にどう影響するのか、世界にどう影響するのか、核廃絶に向けて、それがどう影響するのか、まだ見えてないのが、まあ、実情ですけれども、まあ、予測という意味でですね、どういう予測がつくかということなんですけども、そのアメリカ大統領が初めて広島訪問するということに関しては大いに意義があると思います。今までの大統領は、まあ、来なかったわけですね。今回、オバマ大統領がどういう動機か分かりませんけど、広島に来ました。資料館も見たようですね。そして原爆ドームの説明も聞いたようです。また、被爆者の方とちょっと語らいをしたようです。まあ、オバマ大統領がどういう印象を受けたかまだ、発表がないと思うんですけども、やはり、少なからず、何か影響を受けたのではないでしょうか。そしてそれがこれからのオバマ大統領のさまざまな判断の中に反映してほしいと思います。反映してほしいと思います。やはり、実際ですね、その原爆のですね状況というのはやはり、その資料館を見てですね、資料館を見て初めてですね、この被爆の恐ろしさ、悲惨さ、原爆の悲惨さというものは実際に、見てですね、その感じるのではないでしょうか。また今回の訪問、昨日も話しましたけど、今回の訪問で世界中のメディアがこのことを伝えてると思いますけど、世界のメディアが広島を紹介し、
被爆を紹介することによって、世界に、その原爆の悲惨さを、この伝える良い機会になったと思います、良い機会になったと思います、もっと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 広島のことを知ってほしい、長崎のことを知ってほしい、もっともっと、被爆の、悲惨さを知ってほしいと思います。そしてもう一つはですね、日米関係にどう影響するかということですね。日米関係にどう影響するか、憲法9条が世界に広まるきっかけになりそうですね。そうですね、昨日も話しましたけど、この、原爆反対ということと、戦争放棄ということと、軍隊を持たないということが、この3セットでですね、3セットで日本は主張していく必要があると思います。また主張する特権があると言ったらいいでしょうか。日本だけが世界の被爆国として、原爆反対をですね、強く訴える、まあなんて言うんでしょうかね、強く訴える特権を持っているのが日本ではないでしょうか。と同時に憲法9条があることも含めて、その戦争反対、戦争放棄、軍隊放棄というとても素晴らしい人類の理想に向けてですね、訴えていくことができるのが日本ではないでしょうか。しかし大事なことは形ではないんですね。形ではない。ただ戦争放棄、軍隊放棄、原爆放棄ということだけではですね、本当の解決になりません。皆さん、その戦争の原因は何ですか？原爆の原因は何ですか？それはまさしく人類の罪なんですね。人間の罪が戦争を起こし、人間の罪が、武器を作り、人間の罪が原爆を、落とすのです。ですから大事なのは、根本的に大事なのは何なのか。戦争をしないためには、どうしたらいいのか。それが、私たち学んでいます十字架なんですね。十字架こそが敵を葬り去った。敵を葬り去った。十字架によって初めて人間の心から敵意がなくなる。殺意がなくなるということです。結局戦争するのも、原爆を落とすのも人間の心です。その人間の心に敵意があるならば、悪意があるならば、喧嘩をし、また憎み、また戦争をしてしまうのです。武器を使うのです。皆さん、根本的な問題は、心の問題だということです。心が悪ければ戦争が起きるんです。ですからぜひ皆さん、そのことをしっかり理解してください。安倍首相はですね、その、安保法案を作りました。安保法案、つまり戦争ができるような法律ですね。そしてなおかつ、広島に来て戦争を、ね、戦争のない世界に したいと言っているわけです。まさにすごい矛盾だと思いませんか？すごい矛盾です。安倍首相は片方では戦争をすることができるように安保法案を、通したにもかかわらず、今度は、広島に来て戦争のない世界を作ろうという、そういうですね、安倍首相は、
どう考えてもおかしい、どう考えても矛盾です。そうです、平和を願っているのに武装するのはおかしい。ですから、その、安保法案で、安保法案で平和を作ろうと、要するに結局は軍備で、戦争や軍備で平和を作ろうとしているわけです。しかし、軍備とか、軍備とか戦争で平和を作れないということが、もうその広島の、証ではないでしょうか。原爆ドームの証ではないでしょうか。戦争では平和が作れない、戦争では平和が作れないという、まさに大きな犠牲を持って悟ったのが原爆ではないでしょうか、被爆ではないでしょうか。それなのにもう一度安倍首相はですね、安保法案で平和を作ろうと、安保法案で平和を作ろうとしているわけです。そこに大きな矛盾があるのです。矛盾があるわけです。山本さんからコメントが来ました。キューちゃんこんばんは。今日は、オバマ・バラクが広島に訪問した歴史的な瞬間をみんなのニュースで見ていました。昨日夜に見ていたテレビ番組によると、広島の、流れ川教会という教会は別の被爆した教会の十字架がかけられていて、その教会の関係者であるローマン・カズン氏という人は、戦後被爆した人たちを寄付金でアメリカへ治療のために送り届けたそうです。この話を聞いて深い話だと思いました。今日のオバマ大統領の広島訪問を受けて、中国は日本が世界に第二次世界大戦の被害者だという印象を発信しようとしていると思っているそうです。日本は加害者でもあるので、中国と韓国に行って謝罪して友好の証に、ナムルを食べてほしいと思いました。確かに私たちは、その被爆の原爆の恐ろしさも訴えると同時に、そのことで日本が、その被害者であるというすり替えはいけないと思います。被爆は確かにとんでもない、その、被害に遭ったわけですけど、しかし、やはり日本も大きな犠牲をですね、アジアにもたらした、アメリカやアジアにも大きな犠牲をもたらしたという、その加害者としての面と被害者としての面と、バランスが必要ではないでしょうか。J さんからコメントが来ました。Q ちゃんこんばんは。今日のオバマ大統領の広島訪問は平和を願うクリスチャンとして非常に評価しています。オバマ大統領が声明を終わった後、被害者の方々に近づいて話をし、互いにハグをする光景を見て、私は涙を抑えることができませんでした。しかし今回のオバマ大統領訪問に感動しているだけでは、核廃絶、戦争放棄の世界平和は訪れません。私たちが罪を認め、イエス様を受け入れてクリスチャンになり、霊的な思考、霊的な行動をしなければ何も変わりません。今こそ核廃絶、戦争放棄を、戦争法放棄を、霊的クリスチャン運動を起こしましょう。今日私はオバマ大統領の広島訪問よりも、羽田空港で事故を起こした大韓航空機の乗客の皆さんを心配していました。怪我をした乗客がいましたが、私たちが愛すべき隣国韓国の乗客に死者がいなかったので、心の底から安心しました。喧嘩が増えていると言われている日本であっても、多くの韓日両国の乗客を乗せて、韓日間を飛行機が飛んでいます。これは霊的に非常にプラスなことです。
今後ますます日韓関係が良好になるようにお祈りしています。オバマ大統領が広島訪問をした今こそ、安倍総理は真珠湾に訪問して謝罪、ソウルに訪問して元慰安婦、従軍慰安婦、性奴隷だった韓国のおばあさんたちに謝罪し、南京に訪問して大虐殺の被害に遭った中国のおじいさんやおばあさんたちに謝罪してこそ、霊的な歴史的な謝罪と和解が訪れます。今回のオバマ大統領の広島訪問は次の霊的平和、霊的和解のステップなのです。アメン。そうですね、そういう方向に流れてほしいと思います。そういう方向に流れてほしいと思います。オバマ大統領が広島に訪問したということで、今度は安倍総理が真珠湾や、ソウルや南京に訪問してほしいと思います。それはとてもいいことだと思いますね。それはとてもいいことだと思います。和解していく、和解していく、謝罪していく、それはとてもいいことだと思います。戦後70年、罪を認める勇気をイエス様からもらえるのが一番ですね。アメン、アメン。戦後70年、7というのは聖書で言えば、完全数ですね。完全数。この70年、戦後70年ということを通して、これからは和解の時代、和解の時代、平和の時代、そのように 願います、過去のことを、反省して、過去を反省して、本当に私たちは何がいけなかったのか、日本の戦争は何がいけなかったのか、私はですね、その偶像崇拝がいけなかったということを理解してほしいんです。結局偶像崇拝が戦争を起こす原因だったんだということですね。その偶像崇拝を、悔い改めるということが、これから平和になる秘訣だと思います。もし偶像崇拝を続けるならば、平和どころかまた同じような戦争を犯してしまうのです。悔い改めなければ繰り返すのですね。悔い改めなければ罪を、そのもう一度同じ罪を犯します。ですから罪を犯さないためには悔い改めが必要なんですね。悔い改めが必要です。今神様はですね、日本を変えようとしています。神様は日本にリバイバルを起こそうとしています。その今回の、G サミットとオバマ大統領の広島訪問が、この日本のリバイバルの一つのきっかけになってほしいと願います。一つのきっかけになってほしいと願います。そしてその戦争の原因が何か、多くの人は戦争の原因を知らないんです。戦争の原因を知らないんです。本当の戦争の原因、それを多くの人は知らないんです。ですからそれを私たちはみんな知らなければなりません。戦争の原因、それは人間の憎しみであり、罪であり、そのまさに愛のないこと、愛のないこと、まさにイエス様が十字架にかかったのはそのことなんです。イエス様が十字架にかかったのは、敵意や悪意を葬り去って平和を作るためなんですね。平和を作るため、それが十字架なんです。十字架というのはですね、十字架というのは平和を作るためなんですね。ですから本当の平和運動、それはまさに伝道だということですね。
この電動放送の電動が本当の平和運動です。本当の戦争反対なんですね。戦争反対戦争反対っていうのは憎しみ合うことをやめましょうということですね、憎しみ合うことをやめましょうということです。平和運動というのは敵悪意を捨てて神の愛を持ちましょう。神の愛を持ちましょう。これが、本当の平和運動ですね。そしてそれは個人から始まっていくんです。皆さんの中に、怒りや憎しみがあったらもうそれは平和ではないのです。ちょっと皆さん聞いてみましょう。皆さんの中に憎しみ、怒り、恨みがある人手を挙げてください。憎しみ、怒り、恨みがある人手を挙げてください。憎しみ、恨み、つらみ、怒りがある人手を挙げてください。はい、それがですね、平和を壊すのですね。それが平和を壊すのです。それが戦争の原因です。それが争いの原因です。それが、トラブルの原因なんです。そしてそれを取ってくれるのが十字架なんです。それを取ってくれるのが十字架です。十字架以外にそれは取れないのです。十字架以外でその、憎しみが取れないのです。それは悪魔の心なんですね。悪魔の心。ですから皆さん、私たちはまず個人個人が平和にならなければならない。個人個人の心が平和にならなきゃいけないということなんですね。一人一人が平和にならなければなりません。核戦争したらもう本当に世界は滅ぶわけです。核戦争したら世界が滅ぶ。核が抑止力になってはいけないんですね。核が抑止力になってはいけません。はい、それではつなぶいきましょう。戦争をなくし本当の平和を作るためには一人一人が悔い改めて、一人一人が悪意と敵意を捨てること、一人一人がイエス・キリストを通して神の愛を持つこと、イエス・キリストを通して神の愛で生きること、これが本当の平和運動です。これが本当の戦争放棄です。これが本当の軍隊放棄です。敵を捨てるということは軍隊放棄になります。そしてその敵を捨てるということが戦争放棄にもなるんですね。ぜひ皆さん、本当の平和運動、本当の平和運動、皆さん一人一人が、心が平和にならなければならないのです。本当の平和運動を募る、本当の、戦争反対募る、本当の戦争反対募る。アメン、アメン。本当の平和つのべ、本当の戦争反対つのべ、本当の、平和運動つのべですね。ぜひ皆さん、今憲法9条が
ノーベル平和賞ノミネートされています。皆さん、これからは平和の時代です。和解の時代です。平和の時代です。去年12月に日韓合意ができました。皆さん、これからは、平和の時代です。和解の時代です。平和の時代です。和解の時代です。日米も、今日からさらに本当に、和解がする、その方向に行ってほしいと思います。今日もですね、日米が本当の、和解する、その和解するスタートになってほしいと思います。はい、それでは明石タイム行きましょう。明石タイム。イエス様を信じて、イエス様を信じて、人と喧嘩しなくなってきた証。イエス様を信じて、切れなくなってきた証。イエス様を信じて、人と平和を作ることができるようになってきた証。平和がどれほど素晴らしいかということが分かってきた証。イエス様を信じて、イエス様を信じることが本当の平和運動だということが分かった証。スタートスタートスタート。イエス様を信じて、憎しみが消えました。イライラしてきたら、イエス様のことを思い出すと怒りがなくなります。窮地への敵意が減りました。イエス様のおかげで被害妄想もなくなりました。世の中の冷たさを知るほどに信仰が深くなる。イエス様を信じて悪コメをやめ、明石タイムの時ゴールと言わなくなりました。イエス様を信じたら韓国が好きになった。十字架こそが敵意を葬り去る、確信しました。喧嘩していた姉と仲直りして、毎日和やかに一緒に、世界平和にはイエス様の血が必要だと分かった。慰安婦の強制連行はあったと思う。イエス様にある平和は最高だと思いました。
以前はゲイでしたが、今はイエス様が一番の恋人です。イエス様のみが救ってくれる気がします。親に内緒で位牌を処分しました。クリスチャンになって本当に良かった。パニック障害が治った。肉を捨て、自我も捨てて、イエス様だけについていきます。不貧困な気持ちが薄くなった。今中国でクリスチャンが増えてるそうです。パニック障害治ったよ。キューちゃんを見習っていつも笑顔でいたいと思った。この放送を泣きながら見ています。ハレルヤ。怒った時に自分の顔を殴るのをやめて神に祈るようになりました。ダメな自分でもイエス様を信じていいのだろうか。もちろんです。いいですよ。家庭内暴力が落ち着いて父の怪我がなくなった。この放送で先祖崇拝をやめました。イエス様のおかげで毎日が楽しくなりました。だんだんイエス様に心開かれてきました。伝道放送に出会って気づいたら優しくなっています。キリスト教が世界を良くすると思いました。十字架を見てると罪が流れていくようです。
世の中は悪魔崇拝で支配されていることが分かりました。他の放送でステマを続けた結果、主が興味を持ってくれました。神の愛を持って許すことが必要だと思った。アメン。この放送4年見ていますが、ニコ生でこの放送が一番癒される。アメン。エヴァンゲリオンを見てクリスチャンになりました。イエス様に愛されるために生まれてきたと思った。イエス様に愛されるために生まれてきたと思った。アメン。その通りです。すべてはイエス様、神様がお救いになられた。確信しました。親と喧嘩していたが復縁して家に帰ったら父を揉んでいます。イエス様放送を見るようになった。この賛美歌いいですね、節子さん。小さな祈りは大きな喜びだと思った。イエス様がこの放送へ導いてくれました。死にたいと思っていたけれども、この放送で生きようと思った。アメン。アメン。イエス様の弟子になって、キューちゃんと兄弟姉妹になりたいです。イエス様を信仰したら、サラ金の取り立てがやみました。寝たっきり だけれども、聖書を毎日読んでます。天皇制廃止が日本の平和につながると思った。生きるのは辛くて大変。だけど信仰のために生きる。イエス様に望めば与えられる。イエス様に感謝いたします。お釣りをきちんとお客さんに返すようにしました。君が代はもう二度と歌えません。不眠症が改善しました。日本は地獄だけれど、イエス様が変えてくれるはず。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。アメン。アメン。ありがとうございました。素晴らしい証が多くて感動しました。
レイジェルさん、おかえりなさい。イエス様がくれた平和は書ききれません。アトピー治って お肌がすべすべになりました。イエス様を信じて精神病が改善された。イエス様は人と人の間を穏やかにする唯一の存在だと思いました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ファイナルメッセージいきます。ファイナルメッセージです。日本はですね、東のイスラエルから見てね、イスラエルから見て東の果ての国です。聖書には東の果ての国から、栄光が、ね、表されるとあります。太陽は東の果てから出てきます。そういうわけで、日本は、この終わりの時代のそのリバイバルの先駆けとして世界のリーダーシップになるという予言があります。カリスマはこの予言を信じています。カリスマは日本にリバイバルが起きて、そのリバイバルが世界に広がっていくという予言を信じています。そしてその予言、そのリバイバル、日本のリバイバルと、被爆や憲法9条、また神道、そういうことと何かパズルがあるようです。日本のリバイバルと日本に、イスラエルの文化がある、イスラエルの文化があるということに霊的なパズルがあるようです。皆さん、このパズルを一緒に解きましょう。このパズルを一緒に解いて、日本に素晴らしい働きがあると、J さんからまたコメントが来てます。あさっての日曜日、LTL 礼拝ライブ後に、上層警察署に行き、ヨッサンのために祈祷会を決行します。イエス様がヨッサンをお救いになられます。私たちクリスチャンは同じ兄弟のヨッサンのために祈ります。これこそ私が最近提唱している行動するクリスチャン運動なのです。キューちゃんの風邪が早く治るようにお祈りしています。イエス様が共におられます。アメン。はい、日本のリバイバルがどのような形で起きてくるか、まだ確かに見えていません。まだですね、見えてないんですね。もうすぐリバイバルが起きるということは予感しますが、しかしどういう形で日本にリバイバルが起きるのか分かりません。でも皆さん、期待しましょう。期待して待ち望むのです。クリスチャンの少ない日本でどうやってクリスチャンが増えるのか、どうやってクリスチャンが増えるのか、それを
期待します。まあ、とにかく今私たちは自分の与えられた状況の中でベストを尽くすということではないでしょうか。私は、ニコ生とツイキャスで伝道してますから、今の段階ではそのベストを尽くして、ベストを尽くしてニコ生ツイキャスで、もっともっと伝道していきたいと思います。もっともっと伝道していきたいと思います。そして皆さんと一緒に、皆さんと一緒に伝道していきたいと思います。リバイバルを、ね、楽しみにします。リバイバルを楽しみにします。日本がこの何千年の日本の歴史の中で最高の日本の時代が来ているのです。日本の最高の時代、それは、クリスチャンが増えて、クリスチャンが増える日本となるのです。日本を愛してるから伝道頑張ってるんですね。そうです。日本がですね、救われてほしい、日本が救われてほしい、日本が滅んでほしくない、日本が滅んでほしくない、日本が救われてほしいと本当に心から思います。そして皆さんは、その、伝道放送によって救われた方々も多いのです。伝道放送によって救われた方々多いのです。ちょっと手を挙げてみてください。このネットで救われた方々、手を挙げてください。ネットでイエス様を信じた方、ネットでクリスチャンになった方、手を挙げてください。手を挙げてください。結構多いですね。結構多いです。結構多いです。リュウさんも、リュウさんもの。はい。結構多いです。もう全部で、ね、何十人もいます。何十人もいます。何十人もいます。アメン。すごい。結構たくさんいます。何十人もいます。すごいです。ですからこれからもっともっと増えるのです。もっともっと、もっともっとクリスチャンが増えます。もっともっと人が救われます。もっともっと人が救われます。もっともっと人が救われます。期待します。期待します。アナウンスですけど、明日の土曜日ですね、土曜日朝7時からツイキャスをします。ツイキャスの放送ですね。そして9時から24時間放送します。チャンネルでですね、私のチャンネルで24時間放送、しかし録画ですね、録画です。申し訳ありません。ライブで24時間はちょっと無理ですね。録画で、24時間放送をする予定です。はい。まあうまくいくかどうかちょっとやってみなきゃ分かりませんが、今までそういう録画放送したことがないので、まあ、初めての試みですね。初めての試みです。はい。それじゃあ皆さん、明日はまあ24時間全部見なくていいですので、一部見てくださると嬉しいですね。特に日曜日の10時半から礼拝があります。日曜日の礼拝がですね、その
連続放送を見るために出れなくなっては本末転倒です。ぜひ、日曜日の10時半の礼拝は、確実に見てください。クリスチャンの一つの証、クリスチャンの一つの証は日曜日に礼拝に行くことですね。日曜日に礼拝に行くこと、これがクリスチャンの一つの大きな証です。でも、礼拝ライブを見てくださればね、礼拝ライブを見て礼拝に参加したことにしてください。エルテルキリスト教会の礼拝ライブがニコ生でやっていますので、それを見て礼拝に参加しましょう。それを見て礼拝に参加しましょう。それでは招きをします。今日の放送を聞いて、戦争の本当の原因は敵意であり、罪だということが分かった、その戦争の理由はまさに心にあったということが分かった、これから自分の敵意を取ってもらって、自分の心を清めてもらって、平和を作り、争いのない社会を作ろうと、イエス様にあってそういう自分になりたい方、アメンと言ってください。イエス様を信じて敵意を葬り去って、戦争のない、悪意のない、そのような、日本を作りたい、世界を作りたいと思う方、アメンと言ってください。アメン。イエス様を信じて敵意を捨てたい。イエス様を信じて憎しみを捨てたい。イエス様を信じて平和を作りたい。人々を愛したい。人々を愛したい。どんな人でも愛したい。そのように思う方、アメン。アメン。アメン。天のお父様、感謝します。今日も放送できたことを感謝します。今日はオバマ大統領の広島訪問です。どのようなことが起きるか分かりません。イエス様、その広島を祝福してください。広島を祝福し、長崎を祝福し、どうぞ御国が建て上げられていきますように。御国が建て上げられていきますように。どうぞイエス様、そのアーメンといった方々に触れてくださって、信仰を持って歩むことができますように。信仰を持って歩むことができますように。どうぞイエス様、日本にリバイバルが来ますように。日本にリバイバルが来ますように、世界にリバイバルが来ますように、これから新しい日本となりますように。新しい日米関係、新しい日韓関係、これから日本が新しくされて素晴らしい時代が来ますように。イエス様、どうぞどうぞ、日本を作り変えてください。日本を救ってください。まだまだあなたのことを知らない若い人たち、十字架を知らない多くの人たちがいます。彼らを救ってください。彼らを救ってください。感謝します。イエス様、心から感謝します。日本にどうぞ来てください。日本にどうぞ訪れてください。日本を訪問してください。日本を訪問してください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン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 。ありがとうございました。明日の朝ツイキャスです。おやすみなさい。シャローン。シャローン。シャローン。アーメン。アーメン。